川谷伊代は2000年代後半に西日本で活動していたフリーアナウンサー。佐世保市出身だが実家は現在長崎市に移っている。長崎県立佐世保北高等学校普通科理数コースを経て九州大学に進む。佐世保北高時代はハンドボール部に所属していた。2005年九州大学理学部を卒業後地元発祥のパン会社、 フランソワに入り、商品開発に携わっていたが、アナウンサーになりたい一心で2007年に退職。元、TVQ 九州放送アナウンサーの川上正之が、主催する福岡アナウンススクールで学ぶ。2008年、NHK 大阪のオーディションに合格、夕方のニュース番組などを担当していた。2年間勤めたアト九州に戻り、米谷夏子や村田幸らが所属する。 ノーメイクに加入。以後はキャスターリポーターとしては単発の仕事が多かったため別にマーケティング関係の仕事で OL もしていた。2010年秋に結婚したこともあり2011年3月末ブログでアナウンサー業の事実上の廃業宣言を行いブログ自体も後に削除した。なお OL とアナウンサー業を並行していた頃にノーメイク者は 東京の芸能事務所と業務提携を行い合弁会社を設立。懇意にしていた村田も新会社に席を移した。弟の川谷絵のんはバンド、ゲスの極みを止め、インディゴラエンドでボーカルギターをしており、大きな大会に出場した際にはいいよがブログで支援を呼びかけたこともあった。アドバタイムズ、宣伝会議。ありがとうございます。